シニスター・ゲイツ、本名、ブライアン・エルウィン・ヘイナー・ジュニアは、彼の芸名であるシニスター・ゲイツ、あるいは、シンの方がより知られているがアメリカ人の演奏家で、ヘビーメタルバンド、アベンジド・セブンフォールドのリードギタリストとして最もよく知られている。シンは、彼の特注のシェクターギターで様々なスタイルの演奏をこなす。とはいえ、黒に銀の線が入ったギターを使うことも多い。 シニスター・ゲイツはギターワールド氏の時代を超えた永遠の100人の偉大なギタリストの投票で87位に入っている。ミュージシャン、作詞家、コメディアンとして肩書きを持つブライアン・ハナーシニアの息子として生まれたカリフォルニア州ロサンゼルスのミュージシャンズ・インスティチュートでギター・インスティチュート・オブ・ミュージック・プログラムの一環としてジャズとクラシックギターを学んだ。ゲイツは カリフォルニア州ロサンゼルスのミュージシャンインスティチュートで学んだ。入学後1年と少しが、それはリードギターとしてバンドに加入したいかどうかを尋ねるものだった。ヘーナーはスタジオプロデューサーになるための教育を受けるよりはバンドに加わることを選んだ。この時以来、彼はほとんどの場合ビデオを見たり本を読んだりして自学自習によりギターを学んできたのである。 彼の父親であるブライアン・ヘイナー・シニアもまたギター街として知られているのだが作詞家でもありギタリストであってそしてジェフ・ダッチマンと一緒にツアーをしたことのあるコメディアンでもあったゲイツは母方がスペイン系、父方がドイツ系とウェールズ系としての血を引いているミニアルバムウォームネス・オン・ザ・ソウルにはゲイツを全面に出した演奏が収録されているこのミニアルバムには アベンジドセブンフォールドの1枚目のアルバムから選曲した曲が収録されているが、その中にはゲイツの新しいバージョンであるツーエンド・ザ・ラプチャーが含まれていた。アベンジドセブンフォールドのデビューアルバムに印刷されていた名前はシニスター・ゲイツだったのである。アベンジドセブンフォールドの DVD オールエクセスでゲイツは自分の名前はザレブと一緒に酒を飲んで公演の中で 車を運転していた時にできた名前なんだ、と述べている。シニスター・ゲイツは賞を8つ獲得している。2006年には、メタルハマー氏のゴールデン・オッズ賞のダイブバックダレル、ヤング・シュレッダー賞に選ばれている。また、同じ年に、トータルギター氏の年間ギタリスト賞に選ばれている。2008年のケラング氏の読者投票では、最もセクシーな男性に選ばれている。2010年には、 ギターワールド誌で永遠の最優秀ギタリスト30人のうちの1人に選ばれている。ギターワールド誌ではゲイツについて指がねじ曲がりそうなリックを弾きアクロバットのようなスイープピッキングをし悪魔のような半音階を弾き突き抜けるような複音ハーモニクスを使うことができると記されている。ゲイツはギターヒーローが選ぶ50人の最速ギタリストに選ばれている。 2010年のギターワールド氏の読者投票で、最もファッションセンスが良いギタリスト、そして同時に最高のメタルギタリストに選出されている。ロックアン氏の2010年の読者投票では、ゲイツはロック界のベスト3ミュージシャンに選ばれている。2011年4月20日には、ゲイツは同僚のザッキー・ベンジェンスと共に、リボルバー・ゴールデン・ゴッド・ショーに選ばれている。 アベンジドセブンフォールドは他のショーにもいくつも入賞し、その夜はショーの中心となる演奏を披露したのである。彼らの5枚目のアルバム、ナイトメアと同じ日に発売されたリボルバー誌の特別版で、ゲーツは彼の祖父をに敬意を表して、そう、ファーアウェイという曲を作り始めた、と述べている。とはいえ、その歌は今では真の かつての仲間であるザレブマイナ -2009 年12月に亡くなったマイナスに捧げられたのである。ヘイナーはザリブと一緒にピンクリースムースという名のヘビメタルバンドで演奏していた。2001年の夏にカリフォルニア州ハンティントンビーチで結成されたのだが、このバンドでは元バリスティコのバックシルバースパーをベースに D ロックをドラムズに迎え、 彼ら二人を大きく取り上げた演奏をしていたのである。ピンクリー・スムースはアルバムを一枚発表している。アンフォーチュネット・スノート・オン・バクタン・レコードから発売されているが、ほとんどパンクロックな音とスカ、そしてプログレッシブメタルが入り組んだような音楽が演奏されている。アベンジド・セブンフォールドの前のベーシストである、ジャスティン・セインがキーボードとピアノを演奏している。 このバンドがもう一枚アルバムを出すのではないかと、憶測されていたが、ザ・レブがなくなったために、その可能性は、極めて低くなった印象がある。ともあれブライアンは、アンフォーチュネット・スノートからの楽曲をリマスターし、改めてアルバムを再発したいと語っている。詳細は、アベンジド・セブンフォールド・ディスコグラフィオ参照ゲーツは、主として、シェクターギターを使用している。シェクターギター・リサーチが、 これまでゲイツのスポンサーであり、彼は自分のシグネチャーモデルであるアベンジャーを所有している。ゲイツはまた ESP ギターも使用している。アルバムアベンジドセブンフォールドウェイキングザ・フォーレンシティオブ・イーブルの録音でも使用している。シェクター・シニスター・カスタム・エフェクツ・ユニット httpwww.sectarguitars.com アンプリフィアケーション シニスターゲッツシグネチャーデザインアスプックス。ありがとうございます。